トリリオンゲーム視聴率低迷スノーマンメグロハスの挑戦と平野仕様の対決での苦境を探る。成功の行方は未知数。現在、TBS 金曜ドラマ枠で放送中のトリリオンゲーム TBSK は平均視聴率が歴代最低を更新し、主演のスノーマンメグロハスにとって厳しい局面となっています。この記事ではドラマの視聴率低迷の要因と、 ヒラの仕様との対決での敗北について探ります。トリリオンゲームの物語とよしみスタート、トリリオンゲームは人気コミックとして漫画大賞2022に輝いた原作をとにスノーマンのメグロハスが主演する連続ドラマです。物語は、世界一のわがまま男の春、メグロ。 と、器用なパソコンオタクの学、佐野優斗という正反対の二人がゼロから起業し、ユニークな作戦で1兆ドルを稼ぎ、世界を手中に収めるという壮大なストーリーを描いています。初回放送は7.4%と、期待に応えるよしみスタートを切りました。視聴者は新しい物語と、メグロハスの演技に期待を寄せ、ドラマの興奮が高まりました。 視聴率の急落と歴代最低記録しかし、期待されたドラマの展開とは対照的に、第2話以降は視聴率が急降下しました。第7話の視聴率は4.9%であり、これにより全話の平均視聴率は5.55%となりました。 この数字は TBS 金曜ドラマ枠の歴代最低視聴率を抜いてしまい、失望の声が広がっています。芸能ライターによれば、これまでの TBS 金曜ドラマ枠の最低視聴率は、2016年夏に放送された向井治主演の、神の舌を持つ男、で、全話平均5.60%でした。 トリリオンゲームはこの記録を抜いて同枠の史上最低の視聴率を叩き出しましたとのことです。平野仕様との対決での完敗さらに厳しいのは、元、キング、リンチェプリンス、平野仕様が主演したドラマクロサギとの比較です黒す。クロサギは全話平均7.4%の高視聴率を記録し、トリリオンゲームと大きな差をつけました。一方で、 トリリオンゲームは最新の人気漫画を実写化した作品で、メグロハスにとって有利な状況でスタートしました。しかし、視聴率の低迷が続いており、これにより平野仕様との対決で完敗した形となりました。ジャニーズ事務所を去り、その後釜として期待されたメグロハスにとって、この視聴率の低さは大きな試練となっています。 一方で、平野耀の黒詐が山下智久主演の大ヒット作品のリメイクであったことを考慮すれば、比較は難しい面もあります。結論、トリリオンゲームは、期待された原作の魅力と、スノーマンのメグロハスの主演により、吉見スタートを切ったドラマでした。しかし、視聴率の急落により、歴代最低視聴率を記録してしまいました。 また、平野耀主演の黒詐欺との比較でも敗北しており、ジャニーズ事務所の新たなエースとしての道は険しいものとなっています。視聴率低迷の要因は様々であり、ドラマ制作チームや俳優陣にとっての課題が浮き彫りになっています。しかし、ドラマの内容や展開に魅力があることから、視聴者の期待が続いていることも事実です。今後、 トリリオンゲームは視聴率を持ち直し、成功を収めることができるのか、その行方に注目が集まります。